どうも皆さんこんにちは、キョキョです。今回はですね、もう私が、クラン戦で攻めたリプレイなんですけれども、ターンホール10からですね、星2を取ることができたので、そちらをですね見ていきたいと思います。早速見ていきましょう。はい、このような配置なんですけれども、まあターンホール9のカンスト村に、インフェルノタワー、まあレベル1なんですけどね、はい、レベル1がついたような配置です。この配置を攻めるにあたって、まあ、シングルインフェルノなんですね。なので、普通に5ビービで攻めていけば普通に星には余裕で取れるかなと思ったんで攻めました。はい、私のリプレイとなっております。まずはですね、まあゴーレムで、穴を開けて、ウォールブレイカーできちんと穴を開けて、そこから、ウィザードでやっていくという感じですね。ここで援軍が出てきてしまったのが、まあまあ位置的には普通に当たり前なんですけどね、出てきてしまうので、もう出てきて、あ、やべえなと、こうというか左側のゴーレムのところも壊滅してますからね。はい、まあもうここゴリ押しでしてやっていくしかないなと思って、もうゴリ押ししました。はい、ここでジャンプの呪文を打ちましたね。ワンチャンかかってなかったように見えて一瞬焦ったんですけど、まあ一応かかってました。はい、そしてもうレイジ、そして私ですね、ここでヒーリングを打ったんですけれども、基本的にはそのインフェルノタワーが、ターゲットを取っている、ユニットに対してはですね、ヒーリングの効果がかからないんですね。しかし今回2台とも、インフェルノタワーがですねシングルターゲットなので、そのヒーリングのそのインフェルノタワーによって拘束されるユニットが、まあ、2体じゃないですか、2本なので。なのでまあヒーリング持ってってね、やっぱ迫撃砲とかで5ウィービーの、ウィッチが死んでしまうとね、やっぱネクロマンサーが死んでしまうと痛いので、そうですね、まあヒーリングを持ってきました。ここでまあババキンをですね最後に出して、もう 50% 破壊することにしました。私もですね以前とか結構その5ウィービーで攻めたことがあるんですよ、ターンホール10を。確かそれで全然ダメだったんですよね。なんかターンホールは破壊できたとしても39%とかそんぐらいで終わっちゃってたんで、ババキンを中心部に流し込むことはやめて、ババキンをその外周を回らせる用のババキンとして使いましたね。はい、まあもうこんな感じで、まあ、流れを見ていくという感じですね。最後 44% でババキンでパーセント稼ぎをするという感じです。はい、ということで、まあ今回はターンホール9のね、まあ、カンスト村にインフェルノタワーのレベル1がひっついたような、まあ、ターンホール10の、まあ、その序盤の、ベースでしたけれども、星2を取ることができたので、動画にしました。ぜひですね、まあ、これからもですね、こう、いい攻めとか、まあ、ターンホール8の攻め、ターンホール9の攻め、ターンホール10の攻め、まあ、ターンホール7とかの攻めも、随時動画を出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。